石鹸道は魂の芸術である。すべての技のあらゆる動作は純粋な美の世界への第一歩である。準備体操の効果を最大にするためには、その動作が可能な限り格闘の実質的な動きに近づいていることである。トレーニングは精神と力の訓練、肉体の耐久力の鍛錬がその目的である。ただ体を動かすだけでなく、そこには全てが調和の中で行われなくてはならない。調和とは肉体と精神のリラクセーション、つまり緊張と緩和のバランスである。またトレーニングは肉体を強健にするものに関しての知識を得ることばかりではなく、肉体を破砕し傷つけるものに対しての知識をも得ることである。石鹸道は英春拳、鉄訓道、空手、柔道、少林寺、ボクシング、キック、プロレスなどあらゆる格闘技を研究し集大成された拳法である。防御の構えは何よりも正しい心構えが必要である。石鹸道における防御の構えには左リード、右リードの2つがある。リードとは相手に対して前方に差し出された側の容器、すなわち攻撃を加える手、腕、足などを表す。またそれらを用いて攻撃することをも意味する。リードの腕と手は肩の力を抜き、手は常に攻撃できる状態で力を入れず、心持ち下方に保たれる。後方の肘は下方肋骨の前に保たれ、肘から手首までの部分は溝落ちを覆う。
腕は力を抜き楽にし、常に攻撃あるいは防御できる状態とし、どちらか一方の手または両手は円形の惑わす動作を演じても構わない。肝心なことは手を常に動かし、かつ防御に抜かりのないことである。重心は6分4分で前足にかけ、前足のかかとから肩の先までまっすぐな線を作ることが重要である。この姿勢は緊張緩和、スピード、バランスなど動作の容易を可能にするばかりでなく、強大な威力をももたらす。リード足が内側に向けられると上体は内側に絞られ、足が外側に向けられると胴体はおのずから正面を向き、相手と正対し、大きな的を相手に与えることとなる。したがって防御の目的ではリード足は内側へ向けた方が有利となる。スタンスはリード足を半分前屈させ、リアヒールは床から離し、体重はリード足に乗せる。ただしどのような場合であろうと、リード足はできる限り妨害のないようにしておく必要がある。もし過度な重みが課された場合、遅れをもたらす原因となるばかりでなく、相手に警戒を与えてしまうので注意する必要がある。両足の間隔は狭すぎず開きすぎず、中間の幅が良い。本能的な距離感は敏捷にかつ円滑に動き回ることができてこそ発達する。足の運び方に手間取る人間はパンチやキックにも手間取る。フットワークの機動性とスピードがパンチやキックのスピードを先導するのである。石剣道ではこの機動性、すなわちモービリティを確実に強調するものである。格闘とは的を見つける、あるいは的にならないようにするための作業であり、移動の本質を伴うものである。したがって最小限の動作で最も単純な方法が良しとされる。良いフットワークを生み出すには、リアヒールを床につけずに持ち上げ、両足は常に胴体の真下に置き、バランスを保つことである。格闘の要は動作の妙である。動くことは防御、欺き、攻撃のための適当な間合いを得るための手段であるばかりでなく、エネルギーを節約する手段でもある。ストレートリードパンチは石剣道の全てのパンチの基本となる当て技である。攻防両面に利用できる武器で、相手の複雑な攻撃を直ちにストップすることができる。パンチは自分の手を腰の上や肩に持っていったり、肩を後ろへ引くなどの余分な動作なしに、そのまま整っている体勢から入れ、すぐさま元の位置に戻す。手は衝突の瞬間まで拳を固くしたり握りしめることなく、相手を突き抜くように繰り出す。後ろの手は防御の手とも言われ、パンチを出して元の姿勢に戻る間は下げないようにし、頭は常に移動させ、場合によっては後ろ手で覆う。要は常に敵を当惑させておくことである。後足で床を押し蹴ることによってパンチの威力は増大する。左
左ストレートリードパンチを防御するには原則として右手を使う。ここでもし相手のパンチが顔をめがけて飛んできた場合は、左へわずかに体を避け、左手で相手の手首か前腕を突く。こうすれば大して力を入れることなく相手のパンチをさばけ、バランスを崩した相手にできた隙に対してパンチで反撃できる。リアクロスは後ろの手が相当距離を進まなければならないので、的が外れた場合にはそれだけ相手が反撃しやすい隙ができるので熟練を要する。重要なことは後足のかかとと後ろの肩と必ず同時にひねるようにすることである。リアクロスは遠くの突きであるから、矢のようにまっすぐ、弾丸のように迅速に、何の予告もなく相手の気づく前に打ち込まなくてはならない。ストレートリアパンチは相手のボディを狙う強烈なパンチで、反撃あるいはリードでフェイントした後の攻撃として用いられる。上体がリード足の上に来るようリボット、つまり位置づけることで威力を増す。特にこのパンチはタイミングが大切で、出すタイミングは相手のリードジャブをかわした後即座にボディに打ち込む。ストレートリアパンチは相手の防御を崩すのにも役立ち、特に背の高い相手に効果的である。リードジャブは相手に探りを入れる素早い引きである。ジャブはリードパンチとともにあらゆる打撃の基本であり、力の入らない容易な突きでもある。ジャブは棍棒よりむしろ鞭の役割を果たすもので、モハメッド・アリの論によるとハエ叩きでハエを打つ要領でするのである。このパンチは相手のバランスを崩したり、相手の気線を制したり、あるいは防御として用いられる。ただしリードジャブはスピードを欠くとその効果はない。リードフィンガージャブの狙いは相手の目である。常に攻撃体勢にあるフェンシングの剣のように、リードフィンガージャブは相手を絶え間なく脅かす手段である。パンチほどの威力はないが、自己防衛に有意義な技である。1回目の突きをかわされても、通常は第二の突きを引き続き行うことで目的を果たすことができる。精密さとは、構成された体の動作からなる。
その動作は最終的には望み通りの結果を生み出しながら、実際には最小限の力と努力とで遂行されるべきである。常に防御の堅い抜け目ないファイターに対するときは、時としてリードフックがその防御を崩し侵入する唯一の手段となる。相手がストレートパンチやスイングをミスしたときや、リアの防御の手を下ろしたりしたときに入れると効果的である。またリードフックで相手の姿勢を変えることで、他のパンチを放つチャンスを作ることもできる。注意点は、フックを打ち込む前に手を後方へ引かないようにすることである。パンチの威力は手を大きく動かすことではなく、フットワークによって生じる。したがって腕を外側に広く回してしまうと、その威力は半減する。脇は常に締め、肘は屈曲すればするほど引き締まった強烈なフックとなる。リードフックは横から打ち込まれるので、相手が見逃しやすいのと、相手の防御の外側を通るので、インファイティング、接近戦に便利である。リアフックはインファイティングからの脱出、あるいは相手が後ろへ引いた時に効果を発揮する。またいつも右側を向く癖のある左スタンスの相手のボディを左のリアフックで突くと効果的である。シャベルフックは肘を中へ向けて内側に打ち込む短いフックである。上体を突くときは肘を腰にしっかり押し付け、頭を突くときは肋骨の下に押し付ける。旋回を始めるまでは肘、肩、あるいは両足に力を入れず、シャベルですくうように腰を急激に跳ね上げ、手は床と45度をなす。このパンチは特にクリンチを試みてくる相手に有効である。コークスクリューフック、容量はストレートパンチと同様であるが、その違いは接触直前に手首を激しくねじることである。防御の姿勢から何の予備動作もなく、拳を下に向け素早く突き出し、ねじりながら的を突く。相手がリアクロスなどで攻めてきたときは、このフックが有効である。さらに相手がこちらの左リードジャブをブロック、またはパリー受け流すとき、その防御の左手を前方に出しすぎた場合、
コークスクリューフックでその手の後ろから顎を突く。パームフックは手のひらによる素早いフックのことである。通常のパンチを加える姿勢からの左パームフックは相手の防御の手の後ろからつくリードとして役立つ。また相手のストレートリードをかわして加える反撃手段としても用いられる。アッパーカットは相手に近接して交戦するときに非常に便利で、頭を下にして相手が突進してくるときや乱暴にスイングしてくるときに効果的である。しかしよほど注意して行わないと反対にアッパーカットを食うことになる。アッパーカットは両足を曲げパンチを打ち込むと同時に伸ばす。そして相手に激突するや否やつま先で立ち、多少傾き使用している腕と反対側の足に体重を移す。左スタンサーに対し左リードでアッパーカットを加える際は、右手で一瞬相手の左肩に触れ強烈な反撃を食わないように確かめる必要がある。石鹸道では相手を原稿だけで当てるようなことは決してなく、体全体で当てるのである。言い換えれば腕の力だけで当てるのではなく、腕は非常なスピードによる足、腰、肩、手首の動作の正確なタイミングによって巨大な力を伝達する手段としてある。攻撃には全ての要素、スピード、欺き、タイミング、正しい判断とが策略を通して活用される。それらの要素は一流の技芸家の道具であり、彼らはこれらの要素を組み合わせて完璧な攻撃とするのである。そして何より大切なことは、己の感情を完全に支配できるまで修行を積むことである。
キックの利点は遠くの敵を攻撃できる、破壊力が大きい、突き技のため牽制技として使えるなどである。蹴りの使用部は前足、かかと、四根部、つま先、足甲、足の両側などである。下段へ前足で蹴る場合、標的は向こうすね、膝、鼠径部などである。この蹴りはボクシングのジャブに匹敵し、相手のバランスを崩したり、相手の機先を制したり、あるいは自己防御として効果的である。垂直逆フックキックは中距離に有効なキックで、足の外側を使う。キックは自ら動きながら動く標的に向けて容器を打ち出す時のボディフィール、つまり距離感、タイミングを練習によって習得しなくてはならない。フックキック、回し蹴りは外側から内側へ繰り出されるキックである。このキックは相手の上段、中段、下段、また長距離、中距離、近距離に有効で、特にバランスと速やかな回復のための体の傾斜に気をつける。内側から外側へ蹴る逆フックキック。ブルース・リーが最も得意としたサイドキック。この蹴りはアウトサイドを使い、自分を防御しながら攻撃できるので、特に有効な武器である。相手の向こうすね、膝を蹴るシンニーキック。この手段は相手の士気をくじく効果があり、相手の自信を失わせる原因となったりする。さらにこの手段を用いることで、相手に一定の距離を強いることができる。相手との距離をいかに詰めるか、そしてスピードに乗っていかに不意をつくか、その最も良いタイミングをつかむのがコツである。キッキングの上達方法はあらゆる姿勢から試みることである。そして蹴りを加える時のボディフィールと能率的なフォームをマスターすることである。
蹴りのテクニックに必要なことは、練習及び補足訓練によって習得された力強い落ち着き、開始の動作が無駄なく突然であること、滑らかなスピードに飛んでいること、他のどのような動作とも併用できること、ダイレクトで瞬間的であること、そして正確で寸分たがわぬことである。ラリーとは受け流しの意味である。相手の攻撃に向かって内側あるいは外側から行われる手の動作で、相手の武器を的からそらす目的を持っている。したがってパリーを行うときは、その威力よりもタイミングが肝心である。パリーには単純、半円形、そして円形の三通りがある。攻撃する側の動作が大きく、狙いがいい加減な時は単純パリーが最も良い。いかなる時もコントロールと目的を果たすに足るだけの動作を持って行われるべきである。防御の手は極力避けた方が良い。パリーの目的は狙われた部分を保護するために、相手の武器をそらすことであるから、防御のしすぎで腕を伸ばしすぎると反対に相手の脱出しながらの攻撃を食うことになる。さらに一撃で届くつもりでパリーを行うと、相手に反撃の隙を与えるばかりでなく、その一撃の狙いを直ちに変更するチャンスを与えてしまう。要はパリを早く行いすぎないことである。非常に素早い、あるいは背が高い、あるいは武器の長い相手の時は、後ろへ一歩引きながらパリを行う。この場合、引きの一歩とパリの動作は同時であることが必要である。また防御のための一歩後退は、相手の攻撃動作の長さによって調節しながら、パリーおよびリポスト、突き返しを守備よく加えるだけの間合いを確保することである。円形パリーは攻撃者の手首をくるむようにしながら、的から反らすと同時に元の招きの位置に戻すやり方である。円形パリーは単純パリーのように素早く行えない反面、もっと広い部分を守ることができる。石剣道では直接に攻撃を行うことは稀であり、大部分の攻めはフェイントの後、あるいは相手の攻撃を出し抜いた後の反撃という形をとる。しかしフェインティングによる相手の隙はほんの一瞬に過ぎない。このようなわずかな隙を利用し攻撃するためには、
即座の反射作用か、もしくはフェイントによってできる隙をあらかじめ知っていることが不可欠である。このような予想は訓練のみによって可能となる。実際に多くのフェイントを数多く練習し経験することがフェイントを知る唯一の方法である。顔を突くリードジャブをフェイントして腹を突く。腹を突くリードジャブをフェイントして顔を突く。顔を突くジャブとリアの突きをフェイントして顎を突く。ストレートリアでフェイントして上体を突く。リードジャブをフェイントしてリアアッパーカットで上体を突く。巧みに素早く遂行されたフェイントは決定的で表現に富み強迫的であり、このようなフェイントおよび後追いの攻撃は石剣道には欠くことのできない要素である。